陸野山の戦いは、戦国時代の永禄四年11月27日に、武蔵国陸野山において、北条氏康と、上杉正虎との間で行われた戦い。この合戦の背景には、武蔵国の中原を抑える要衝、松山城の支配権をめぐる北条氏と上杉氏の対立があった。氏康は、田の戦いでのを食い止めた後、反撃に転じ、 上杉方に奪われた武蔵北部を奪還するため、松山城、秩父高松城の攻略に向かった。一方で、武田信玄と四度目の川中島の戦いを繰り広げていた正虎は、越後国へ帰国後すぐに救援軍を差し向けた。なお、この上杉軍を、正虎自らが率いていたかは不明である。北条軍は、五爪の上杉軍を、松山城にほど近い陸の山で迎え撃ち、 野戦に及んだ。その結果、北条軍が勝利。上杉軍は、下付方面へ撤退し、その後は、唐沢山城へ陣を進めた。一方、北条軍はそのまま、上野武蔵境まで進軍。秩父高松城を降伏させ、藤田氏の勢力圏を奪い返した。だが、松山城まで陥落させるには至らず。これ以降も宇治安は、信玄と同盟し、 一方で、謙信は、里見吉孝と同盟して、関東の派遣をめぐって熾烈な攻防を続けることになる。山本忠宏、武州松山城関東の派遣をかけた、争奪戦、特技婚、2019年。ありがとうございます。